ホイッパービリーワトソンホイッパービリーワトソンのリングネームで知られたウィリアム・ジョン・ポッツはカナダのプロレスラー。オンタリオ州トロント出身のアイルランド系カナダ人。地元のトロント地区では英雄的存在であり、力道山も日本プロレスへの昇平を何度となく計画したが、本国でのスケジュールの問題で来日は実現しなかった。実の息子もプロレスラーで、 ホイッパー・ビリー・ワトソン・ジュニアを名乗って活動していた。1936年、英国でのトニー・ベアー戦でデビューと言われるが、1940年にデビューしたという説もある。1941年7月5日、自身初のタイトルとなるカナディアンヘビー級王座を獲得。翌1942年4月、トロントで NWAA 連邦ヘビー級王座をダッシュ。 1947年2月21日、ミズーリ州セントルイスで、旧 NWA 世界王者のビルロンソンに反則勝ちし、アソシエーション版の NWA 世界ヘビー級王座を獲得するが、2ヶ月後にルーテイズに奪取された。その後、フランク・タニーの主催するトロントのメープルリーフ、レスリングを主戦場に、1952年から1960年に、 かけて、NWA カナディアンオープンタッグ王座を、再三獲得。グレート統合都市統合の統合ブラザーズともタイトルを争った。1956年3月15日、トロントにて、ルーテイズを破り、ナショナルレスリングアライアンス発足後の NWA、世界ヘビー級王座を奪取。以降、ルーテーズを破り、NWA 王座に輝いた男として紹介され、 約8ヶ月にわたって、王座を保持。ゴージャス・ジョージ、ハンス・シュミット、レオ・ノメリーニ、ジンキニ・スキー、キラー・コワル・スキー、フリッツ・フォン・エリック、パットー・コーナー、スカイ・ハイ・リー、ハード・ボイルド・ハガキ、ボボ・ブラジル、ジェス・オルテが、エンリケ・トーレス、ビル・ミラー、リック・ハットン、バディ・ロジャースなどの強豪の挑戦を退けたが、同年1 1月9日、セントロイスにてテ,テーに敗れ王座転落。 陥落後は、トロントをはじめバンクーバーやガルガリーなど、カナダ各地で活動し、ジョニー・バレンタイン、ドン・レオ・ジョナサン、ザ・シークなどを相手に交渉部を演じた。1963年12月27日には、アワのカナダでの拠点だったマニトバ州ウィニッペグにて、バーン、ガニアと組んで、金字渋谷密荒川の日系悪党コンビと対戦している。 1965年1月9日には、ドンレオ・ジョナサンをパートナーに、アルコステロロイ・ヘファーナのファビュラス・カンガルーズから、マニトバ版のカナディアンタック王座をダッシュした。1968年8月25日、トロントにて、マーク・ルーインと組タイガー・ジェット・シンブルカリーから、トロント版のインターナショナルタック王座をダッシュしたのが、最後のタイトル体感となり、 1971年に引退した。以降もトロント地区のレジェンドとしてメイプルリーフレスリングに時折登場し、1978年12月17日にはトロント版 NWA カナディアンヘビー級王座の初代チャンピオンとなったディノブラボーにベルトを授与した。1990年2月4日、心臓発作により74歳で死去。 現役選手時代のワトソンについて、ルーテイズは荒っぽくてファイトの塊のようなレスラーだったと評しており、そのハードなファイトスタイルのために怪我も多く、全身68箇所を骨折していたが、それでもリングに上がっていたという、ありがとうございます。